今回ご紹介するのは JR 北海道宗谷本線のピップ駅です。ピップの由来はアイヌ語のピピペ、石のゴロゴロしている川、あるいはピオプ、石の多いところの点火と考えられています。現存する JR 線の駅で唯一半濁音で始まる名前の駅となっています。ピップ町の中心産業は農業で、夢ピリカ米発祥の地で、その他にも大雪山が世界一綺麗に見える町でもあります。ピップ駅は北海道関節鉄道手塩線、現在の宗谷本線の長山駅ランド駅間が1898年明治31年に開通した際に一般駅として開設されました。当駅は1980年昭和55年に駅名にちなみピップエレキ版のテレビ CM 撮影が行われ、放映開始後は駅を訪問する旅客でにぎわいました。当駅は1984年昭和59年11月に無人駅化され、町内の時計店に乗車券の発売が委託されましたが、2010年平成22年に委託が終了し完全無人駅となりました。当駅は相対式2面2線の地上駅で、駅舎と反対側の2番線は一線スルー構造となっています。
長山です。すべてのドアをご利用いただきます。運賃、切符は整理券とともに駅係員にお渡しください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。また、車内はすべて禁煙です。ご視聴ありがとうございました。